日米合同軍事演習において、ハイマースの実弾射撃を実施したとの情報を入手しました。今回は、このハイマースによる実弾射撃演習や演習場所となった、ヤウス別演習場の場所と北方領土問題について、詳しく見ていきましょう。ロシアからの抗議声明の内容には驚きました。ハイマース用の砲弾がアメリカから届かないなどのトラブルもありましたね。これが、もし有事の際だったら?と思うと、ゾッとします。南西諸島の島嶼作戦を北海道で軍事演習しましたね。取るに足らない陰謀論によって翻弄される人々がいます。2022年10月1日10月14日の2週間、北海道において、日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が共同して、作戦を実施する際の相互連携要領を未行動により訓練し、日米の連携強化、及び、共同対処能力の向上を図る、いわゆる、レゾリュートドラゴン22、を行いました。その、レゾリュートドラゴン22が行われた演習場所として、上富良野演習場、然別演習場、ヤウス別演習場、静内対空射撃場、静内駐屯地を含む、航空自衛隊ケネ別場外離着陸場、航空基盤として、札幌飛行場、丘珠駐屯地を含む、十勝飛行場、帯広駐屯地を含む、にて行われました。日本国内で行われる米海兵隊との共同演習の規模としては最大のものと言われています。この演習は中国海軍の軍事拡大による海洋進出での南西諸島の島嶼作戦における陸自の領域横断作戦 CDO と米海兵隊の機動展開前進基地作戦 EABO を踏まえた連携要領の具体化を図るため実施する国内における米海兵隊との最大規模の実動訓練とオスプレイの訓練移転が目的である。各演習場所での具体的な内容としては、ヤウス別演習場ではヘリコプターによる射撃、陸上自衛隊による多連装ロケットシステム MLRS、米軍の高機動ロケット砲システムハイマースによる実弾射撃訓練、オスプレイによる人員、物資の輸送。ここでの目玉は、長射程のミー訓練で、日米両軍の長射程砲の実力の確認だったのかもですね。そして、ケネ別場外離着陸場では、オスプレイによる人員、物資の輸送、アメリカ軍輸送機による、高機動ロケット砲システム、ハイマースの展開訓練、滑走路補修訓練、共同警戒訓練であり、これらが今回の共同訓練の本来の目的であると言っていいでしょう。この高機動ロケット砲システム、ハイマースはアメリカ軍が開発した装輪式自走多連装ロケット砲で、言うなれば車輪で自走するロケット砲で軽量なので、空輸も可能で機動性が特徴である。今年2022年2月に勃発したロシア、ウクライナ侵攻を受けて、アメリカが軍事支援としてウクライナへ供与したものである。ウクライナ軍は、ロシア軍の弾薬庫や燃料庫、軍需物資を集積している施設や補給路として使用している橋を、このハイマースにより長距離から攻撃し通行不能とし、ロシア軍を追い詰め、兵糧攻めにし、ロシア軍の作戦遂行能力に影響を与え、混乱状態に陥れるなど、戦局を有利に進めた兵器として知られている。ウクライナに供与されたハイマース。ハイマースは、射程 70km を超える GPS 誘導ロケット弾、グムルルス、6発や、約 300km もの射程を有する、陸軍戦術ミサイルシステム、エイタクムス、一発を装備することができて、このハイマース、
ハイマースの最大の特徴は、車輪で自走することができる機動力の高さで、射撃後、速やかに別の場所へと移動することができ、GPS により高い精度で標的を攻撃できるる特徴もあり、ロシア軍の保有する多連装のロケット砲より、長射程でロシア軍に効果的な打撃を与え、相当な脅威となる兵器である。ウクライナがアメリカに供与を求めている強力な兵器、それはハイマース。ハイマースから発射可能な射程 300km の地対地ミサイル、MGM-140 エイタクムスである。しかし、もしウクライナがこれをロシア領内への攻撃に使用したならば、アメリカや北大西洋条約機構、NATO がこの戦争に巻き込まれる可能性もあるとして、この要求を受け入れていないと考えられる。これまで、米欧ではロシアを挑発しないよう、兵器の性能や種類には、一定の自制をした供与を行い、その、一方で、ウクライナ軍の訓練などは行ってきた。2014年ロシアにより、強制的に合併されたクリミア半島。その4年後に、支配の象徴として開通したクリミア大橋だが、もし、ウクライナに、MGM-140A タクムスを供与したならば、ウクライナ軍は、クリミア半島とウクライナをつなぐ、クリミア大橋を標的とする、可能性が懸念されていました。ロシアが占領する、クリミアのロシア軍基地での爆発があり、ウクライナ軍の前線から、200km 以上も離れていたことからすると、このエイタクムスが使用されたと、可能性が考えられている。アメリカとロシアの対立を考えて、政治的な面から、アメリカは、エイタクムスの供与を否定しているのでしょうが、すでに、ロシア領内やクリミア橋への攻撃が行われた今、アメリカがウクライナへのエイタクムス供与を否定する理由がないのではと考えられる。すでに、ウクライナ軍は、ロシア軍との国境近くまで、後方に下がった軍施設、または、ロシア軍が制圧した、南部マリウポリなどに対し、遠方から砲撃を加えていることなどから、ハイマースやエイタクムスの供与がされていると考えられます。このことなどから、ウクライナが一定の占領地奪還ができるようにし、早期に勝利させる方針に転換したのではないかとも考えられる。合同軍事演習に話を戻しますと、アメリカ海軍は、ウクライナに供与しているハイマースを投入する予定でしたが、ハイマース用の砲弾が、何かのトラブルによりアメリカから搬入されず、予定された日時での訓練が延期となる事態も発生しました。そのハイマース用の実弾はウクライナの戦線にて使用しているために、今回の共同演習に回す分が不足したのではないかとの声もあります。そのため、ヤウス別演習場での訓練は陸上自衛隊の M270MLRS のみが実弾射撃を行い、アメリカ海兵隊側はハイマースを展開するだけの形式で、合同軍事演習は継続されました。遅れていた砲弾が、なんとか最終日の10月14日には到着し、ハイマースにより、それら12発の実弾発射することができ、合同演習の内容を終了することができました。この砲弾が遅れるという前代未聞の不祥事が、もし有事の際に起こったら、という点で見れば不安は隠せないですね。そしてこのヤウス別での合同演習は、ロシア軍に対して北海道も堅い守備で防衛されていますよとのアピールであったかもしれませんね。2220年10月12日には外交上驚くべきことが伝えられました。このレゾリュートドラゴン22が行われた軍事演習場所が、
ロシアが支配する北方領土に極めて近いと、ロシアの外務省から日本の在ロシア大使館へ避難する抗議の声明があったという。これには、びっくりした人も少なくないでしょう。日本を含む西側諸国の人々にとって、現在のロシア、ウクライナ戦争において、ロシアの行っている言動を考えると、こうしたロシアの抗議声明については、とても理解しがたいでしょう。さらには、ロシアが仕掛けたロシア、ウクライナ戦争において、普通の戦い方では、ウクライナ側が戦局を優位に進めていることから、最終的には、核兵器使用の可能性を匂わせた、ウクライナや西側諸国に、敵対的な発言もあり、このような脅しとも取れるやり方にはうんざりします。北方領土については、ロシアの主張では、第二次世界大戦にて獲得したロシアの領土であり、日本が根拠のない領有権の主張をしていると主張している。一方、日本としては日本固有の領土であり、現在はロシアに不法占拠されている。日本に返還されるべきであると主張している。第二次世界大戦末期、当時は4島にはソ連人は一人もおらず、日本人は4島全体で約1万7000人が住んでいましたが、ソ連は1946年に4島を一方的に自国領に編入し、1948年までに全ての日本人を強制退去させました。それ以降、今に至るまで、ソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。この点については、アメリカ政府も一貫して、日本の立場を支持しています。このように、北方領土問題が存在するため、日本とロシアの間では、戦後70年経た今でも、平和条約が未締結であるが、日本政府は北方四島の帰属問題を解決して、ロシアと平和条約を締結するという基本的方針に変わりはないとしています。地下の国際情勢においては、これまでの各種団体の思想が大きく変化してきました。左翼団体の旧ソ連や現ロシアの社会主義、または共産主義的で革命的なやり方に、保守的で国粋主義的な思想傾向の右翼団体も支持する状況となっている。こうしたこれまでの歴史を覆すような状況の背景には、誰もがインターネットによって情報を発信できるこの時代に、国際的なものや国や地域、歴史までもが様々な陰謀論により拡散され、このような行動は、今後も続いていくでしょう。現在の新型コロナウイルス、そしてロシアによるウクライナ侵攻と、2020年アメリカ大統領選でトランプ氏が敗北して以来、このようなドルに足らない陰謀論をばらまき続けています。